皆さんこんにちは、七重です。今日は音程の表記括弧後編、象と弦について説明していきます。このチャンネルでは音楽学校で学んだポピュラー音楽理論の内容をもとに、さまざまな音楽シーンで使えるベーシックな音楽理論を解説していきます。役立ちそうだぞと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方していただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画は音程の表記括弧後編です。1象と弦括弧完全音程、2象と弦括弧超音程、3音程の表記の記号化について説明していきます。まずは前回の動画のおさらいです。音程の表記は大きく分けて2種類あります。1完全音程、2超短音程。完全音程は1、4、5、8度、そして超短音程は2、3、6、7度。まずはこの度数を暗記する必要があります。度数の説明と暗記ポイントについては前回の動画で説明していますので、まだわからないよという方はぜひご覧になってみてください。完全音程の1、4、5、8度と超短音程の2、3、6、7度からさらに音の距離が広がったり狭まったりした時は象と弦を使って表します。それでは早速いってみましょう。象と弦はメジャースケールのインターバルを目安として考えます。まずは完全音程から見ていきましょう。繰り返しますが、メジャースケールの完全音程はよく響き合う1、4、5、8度でしたね。ここから音と音の距離が半音広がった時は象と言います。逆に半音狭まると弦と言います。つまり C と F は完全4度、 C と F シャープは距離が半音広がるので象4度ということになります。しかしここで気をつけなければいけないことは、シャープしたからといって象になったと覚えてはいけないということです。なぜなら C シャープと F は下の音にシャープがついていますが、音程が半音狭まっているので弦4度ということになります。今一度鍵盤を使って見ていきましょう。 C から F は完全4度、 C と F シャープは距離が半音広がって象4度、そして C シャープと F は半音狭まっているので弦4度となります。この違いが象と弦になります。メジャースケールのインターバルの時の完全音程1度、4度、5度は常に同じ距離のため、広がると象、狭くなると弦となります。フラットやシャープで考えず、音と音の距離で考えましょう。慣れるまでは鍵盤を使ってイメージするといいです。続いて超音程を見ていきましょう。メジャースケールの超音程は2、3、6、7度でしたね。超音程の2、3、6、7度でも完全音程と同じように音の距離が半音広がった時は象と言います。逆に半音狭まると弦ではなく単になるので注意しましょう。つまり C から A は超6度、 C から A シャープは半音広がって象6度となります。 C から A フラットは半音狭まって単6度となります。音程の表記前編後編の内容を図を使って改めて説明していきます。こちらは音程の移動図です。右に行くほど音と音の距離は広くなり、左に行くほど狭くなるように表しています。音程の表記には完全、超、短、増、減があります。重増、重減というのもありますが、あまり使わないので今回の動画では省きます。完全音程形は1、4、5、8度、超短音程形は2、3、6、7度となります。完全3度や超5度と呼ばれることはありませんので、はっきり区別して覚えましょう。図で表している隣り合った音程の表記は全て半音で移動しています。完全から半音広がると増、そして半音狭まると減となります。超音程から半音広がると増、そして半音狭まると短となります。超の音程が半音狭まると短となり、さらに半音狭まると弦になりますが、ほとんど使用されることはないのでこの動画では省きます。最後にそれぞれの記号化について説明していきます。コードに進んだ時に役立ちますので、ぜひ覚えてみてください。完全はパーフェクトで大文字の P と表します。
小はメジャーで大文字の M と表します。単はマイナーで小文字の M と表します。象は直接記号化でプラスと表します。弦は直接記号化でマイナスと表します。音程の表記を記号化すると、 C から G は P5 かっこ完全5度、 C から E は M3 かっこ長3度、 C から E フラットは小文字の M3 かっこ単3度、 C から G シャープはプラス5かっこ増5度、 C から G フラットはマイナス5かっこ弦5度となります。今回は以上になります。次回の動画は音程の展開です。アレンジワークに役立ちますので、ぜひ一緒に頑張って理解していきましょう。この動画が少しでもいいな、分かりやすいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。